今日はランドを予約しても帰ってきたって感じがするぜ。ミッキーワッフルです。アメリカの味だね。ティアナパレス、映画のエンディングのとこの本物のティアナのレストランですね。おっと、ああマジで、はい、おはようございます。このホテル朝日がめっちゃ眩しい。今日10月4日アナハイム2日目ですね。じゃあ今日も張り切っていきましょう。今日の T シャツは前回好評だった、はい、夏祭りのミニーです。今朝8時前ですね。あー、この規制線やっと解かれてる。昨日ちょっとここでね、銃の発砲事件があったとこで物々しかったんですけども、さすがにクリアになってますね。それで昨日歩いたんですよ、パークまで。でちょっとやっぱりさすがに距離あった、健康いいんですけど、一応やっぱりね、あのアートっていうのバスやっぱ買っときたいね。やっぱさすがに遠かったな。なんでちょっとアート買います。はい、朝ごはんでまたまたタコベル来ました。はい、1日1回タコベルですね。下手して1日2回だな。はい、軽く食べます。一番ちっちゃいやつ食べます。はい、またまたビーフのタコス、朝ごはんです。昼と夜だとさ、地球の裏側でつながってるって感じしない？俺昨日さ、ハロウィンナイトギリギリ塀までいて、寝たの24時なんだけど、もう朝4時頃目が覚めちゃってさ、ミッキー、ドナルド、グーフィー全員取れた。ガチャに勝った。はい、パーク着きました。さっきまでタコベルで生配信してました。今日はランドを予約してます。ランドのハロウィン何回目かな。このカボチャのエントランスおなじみですよね。帰ってきたって感じがするぜ。じゃあインします。でね、今日10時にカーネーションカフェ撮ってるので、ちょっとね中でコーヒー飲みたい。あのプラザのとこでね、確かコーヒーショップあって、そんな混んでないんだよね。行ってきます。はい、インしました。なんと町娘ベルがグリやってる。かわいい。ちょっと並んでるね。3、4人並んでる。でも取ろう。いけるな。見て、4人ぐらいしか並んでない。やった、取る取る。しかも逆光だ。はい、ベル取れました。ガストンの仮装を見せようと思ったけど、やめました。ちょっとね、まあ、前回でワンパターンなんでね。もう一回チャンスだったら見せようと思います。ハロウィンコスのキャラがいますね。いたいた、クララベルがいた。そしていいですか、ミニーだ。ハロウィンミニーだ。ちょっと朝日で影、あ、太陽がきついな。あとラインカットしてる。足がいい、あのしましま。そして細い、足細。見てあの美脚、足細。かわいい。ミッキーだ。ミッキーもラインカットだね。今カットしてる。ミッキーまた来ます。はい、今ですね、城前のね、プラザのところでね、ジョリーホリデーっていうカフェ並んでるんですけど、コーヒー飲もうと思ってね、こっちハロウィンフードとかね、独特しいんですよね。まず、ね、普通のパンもやっぱね、わかる？このカロリー高そうな、どすげーメニューがあって、見て、あのマカロンとシュークリームと、なんか、アップルパイですか？やばいっすよね、これ。絶対罰ゲームレベルだよ。やばいやばい。ちょっとここはね、手を出さないですね。ごめんなさい。でもすごいっすよね。ビジュアルがすごい。はい、ジョリーホリデーでコーヒー買ってきました。はい、ジョリーホリデーですね。これめっちゃ好きなんですよね。はい、お城見えます。プラザです。いやー、いいね。もうほんとここ大好き。もう景色が本当にいい。はい、10時からね、カーネーションカフェ撮ってるんですけども、エントランスのグリ軽くチェックして、グッズも少し見ました。ハロウィングッズ結構いいのあったんで、ちょっと欲しいなったんですよね。なんでその辺チェックしました。まあ奥地行ってまた戻るんで、だったらここでやっぱお茶がいいですね。もうパークの中でお茶だけでも本当に十分ですよ。いやー、本当素晴らしい。ポップコーンも並んでないしね。ポップコーン食べたいんですけども、この後もカーネーションカフェがあるんで、ちょっと今我慢ですね。はい、カーネーションカフェ来ました。予約してます。初めて行きますね。アナハイムすごい昔から来てるんだけど、初めてです。行ってきます。こちらですね、オープンエアでいつも混んでるんですよね。すごいなんか入りにくいっていうか、ハードル高いっていうか、やっぱちょっとね、予約でいっぱいで、すごいね、人気のお店って感じなんですよね。ちなみにね、一人で食べてる人はいませんね。俺だけです。いやー、ここ一人か。まあ、ええわ。
はい、こちら朝メニューですね。ブレックファースト書いてあります。キッズミールいいな、でもダメだろうなこれはな。はい、オーダーします。店内初めて見た、こんなんなんだね。いつもね、外席しか印象ないので。店内こんななんだ。テーブル通されました。外席かな中かなと思ったら外でした。いいんだよ。はい、一人です。もう鋼のメンタルでいきます。で、こちらテーブルにね、カーネーションがあるんですよ。かわいいですよね。パラソルもかわいいしね、いいですよね。はい、ミッキーワッフル。いや、Do we want to do it with a sausage or bacon? ベーコン。ベーコン? Okay, yeah. Got it. Anything to drink? Drink? Hot coffee. Hot coffee. Yeah. Got it. Creamer? Pardon? Milk or sugar? Black. No sugar, no cream. No milk? Okay, got it. I'll get that started for you. Thank you. Thank you.はい、もうオーダーも来ちゃいましたね。スキレットっていうのはプレート、ワンプレート料理みたいですね。いろんな具が乗ってます。これはね、ベジなんで野菜のスキレット、ミッキーワッフル、ミッキーワッフルはベーコン付き、あとホットオムレツ、ホットオムレツ2種類と、でパンケーキと、で朝のサンドイッチがあるんですよね。朝メニューこんだけです。シンプルですよね。卵2個好みの焼き方でとかそういうのはないですね。本当はキッズがいいんだけどもね、まあいいや。で、ドリンク聞かれました。ドリンクブラックって言ったらついはしないと思うんだよね。ノーミルクノーシューガーって言ったんですけどもね。朝こんな感じです。楽しみ。見て、メニューの裏もカーネーションになってる。わー、かわいい。写真撮ろう。はい、来ました、ミッキーワッフルです。同じなのかな、気になるよね。あとクリーム乗ってないですよね。ベーコンとフルーツが乗ってて、テーブルサービスでフォークとナイフでちゃんと食べるんですよね。だからちょっと新鮮ですよね。ベーコン乗ってるし、朝ごはんって感じで、これのに4度食べれるやんと思うかもしれませんけども、いやいや、この雰囲気でテーブルサービスで、はい、コーヒーでこうやって食べれるのがいいんですよ。しかも店内これを、ほら、良くないですか。最高ですね。はい、いただきます。今ね、キャストさんがね、僕のテーブル担当の方がね、名札バネッサって書いてあって、え、あのバネッサでね、仮装の写真見せたんですよ。バネッサと仮装してる写真したらバカウケでしたね。え、これ あなたなのみたいな、めっちゃクールみたいな感じで、オーマイグッネスそうなの、同じ名前なのって言ってました。面白かった。でですね、日本スタイルでガチの食レポ。バターとメープルシロップなんですよね。こっちは生クリームがない。メープルかけようか、もういきなりドバッと。ドドドドドーン、はいはい。で、どうなんだろうな、焼きたてだと思うんですよね。ミッキー耳からいってみます。いやー、ちゃんと見て、金属カトラリーでベーコンとかで一緒に食べるんだよ。すごくない？ミッキーワッフルを。はい、耳いくよ。味比べ、食べ比べ、ちょうど先週食べたばっかりのタイムリーですね。いただきます。あ、同じだね。あ、でもこっちの方が甘くない。完全無糖ですね。日本のはほんのり甘いんですよ。やべえ、こっちのさ、甘くないわ。シロップないとぶっちゃけ美味しくない。いや、美味しくないは違うな。甘さの調整自分でできますね、これは。だからバターだけにしてパンみたいにして食べれる。例えばベーコンって一緒じゃないですか、耳ね。で、ベーコンとこうやって、はい、このようにベーコンと耳だけね。で、何もメープルなし、いきます。いかにもアメリカの味だね。わかりやすく言うとマックグリドルですね。ホットケーキかワッフルの形でしてるかのぶっちゃけその違いですよ。もう実質ホットケーキです、もはや。これはもうはっきり言います、日本の方が美味しい。これ間違いないね。でもベーコンあるの嬉しい。全く甘くないんで、メープルシロップたっぷりかけないとぶっちゃけ全然美味しくないです。せっかくのワッフルなんで、このワッフルそのものにももうちょっと甘くてもいいのになと思っちゃいましたね。子供絶叫は世界共通ですね。あといいのはコーヒー無料でおかわりできるんで、テーブルサービスのウェイターのウェイトレスの女性がですね、さっきでバネッサさんがですね、コーヒーを常にサーモスで必ず継ぎ出しに来てくれます。
サーモスでちゃんとね継ぎ足ししていくのいいですよね。マグを下げてまた新しいので持ってくるっていうのは奥で機械でチューッと出してるってことじゃないですか。でもそれをサーモスでこうやって継いできてくるのは奥でちゃんとドリップなんかで入れてるってことなのでやっぱいいですね。美味しい、やっぱりその方が。あとね、キャストでマスクしてる人がいますね。女性キャストで1人マスク、男性キャストで1人マスクしてますね。ゲストでマスクは1人もいませんので、まあみんな食べてるからなんですけど、食べる前のメニュー見てる時とか、なんか食事が来るまでお話ししてる時もみんなマスクはしてないですね。あの女性キャスト一人だけマスクしてるのが気になるな。理由を聞いてみたい。はい、ワッフルで食べ終わりました。これはね、日本のが美味しいね。まあ仕方ないね。まあそれぞれその土地その土地のやっぱね好みとか文化がありますので、はい、まあこれはこういうもんです。でもね、ベーコンとかついてるんで良かったですね。ベーコン美味しかった、塩が効いて美味しかったですね。はい、よかったら参考にしてください。はい、食べ終わって帰ろうと思ったらですね、なんとこのさっきのバネッサさんがですね、コーヒーよかったらテイクアウトで持って帰るって言って、おかわり自由だからこれコーヒー持って帰っていいよって言って入れてくれました。よくないっすか、これ普通に買ったら4ドルしますからね。ありがとうございます。俺がコーヒー好きなのよく察してくれた、すごいわ、優秀、ありがとうございます。はい、カーネーションカフェ、コーヒーのテイクアウトお土産ついて初めて26ドルでした。チップ込みです。チップ込み26、まあこんなもんでしょう。でもね、コーヒーテイクアウトお土産付きなのいいですよね。よかった、嬉しい、ありがとうございます。よかったです。はい、こちらミッキーのポップコーンバケットをお土産で買ってきました。今見たら空いてたんでパパッと買ってきました。これすごいですよね。これがポップコーンバケットですよ。でね、後ろのね、頭の後ろがこれ開くんですよ。これパカッと開けるとこういうポップコーン入ります。すみません、今僕片手でやってるのでちょっとこれ開けられないんですけど、ここが開きます。はい、このように開きますね。すごいポップコーンバケット。はい、こちらアナハイム限定ですね。これ日本で使ったら目立つこと間違いなしです。すげえです。そうだ、ニューオリンズスクエアだ。ティアナのパレス、あとマンションの横にですね、ジャックとサリーのグリとか、ハロウィンのメイン会場って言っても過言ではない。あとね、こっちのマンショングッズがすごい充実してて、すごいんですよ。なんか日本じゃありえないデザインのね、マンショングッズが大量に出てるので、なかなかクールなんですよね。なんでその辺もちょっと見たいと思います。そうそう、すごいどうでもいいうんちくね。ここアドベンチャーランドで、これジャングルクルーズなんですよ。この横にインディ・ジョーンズがあるんですけど、インディ・ジョーンズって日本だとあのピラミッドがドーンとあってすごいシンボルじゃないですか。ところがこっちのインディ・ジョーンズって入り口こんだけなんですよね。これがインディの入り口です。わかります？今これスタンバイ並んでますよね。右がライトニングレーン、いわゆるファストパス、左がスタンバイで、インディこんだけなんですよ。なんかもうトレイルとかこんな感じですよね。全然シンボルがない。でこれなんでこんなになってるかっていうと、実はインディ・ジョーンズの本体ってこれディズニーランドの外にあるんですよね。鉄道の外ですね、敷地の完全外にあって、ゲストはここ入り口になってて、長い通路 100m200m 歩かされて、でアトラク体験して帰ってくるっていうね、なんか飛び地というか離れになってるんですよね、敷地がないからね。イメージはですね、なんか一軒家なんかで子供がねたくさんなってきて、息子とか娘からね、自分の部屋が欲しいって言われて仕方なく庭になんかプレハブの子供部屋作るってたまにあるじゃないですか。田舎でこのね増築できない場合ってたまにありますよね。自分の庭にプレハブで子供部屋作るって、あんな感じですよ。なのでこっちにディ・ジョーンズは入り口だけで本体ないんですね。これね、 Google マップとか上から見ると分かりますよ。もしくはね、あのモノレールに乗ったりすると分かります。はい、ターザン作り直してますね。これ何になるんだろう、ターザン。アドベンチャーランドテラーハウスって書いてあるな。あ、スイスファミリーにまた戻るんだ、これ。マジか。はい、ニューオリンズ来ましたよ、ニューオリンズね。いやー、ちょっとね、ティアナ映画見直したんですよ。来る前にね、飛行機の中で、プリンセス&フロックね、あのいわゆるプリンセス魔法のキス、見直しました。なので、今もう全然わかります。
いやいいね、ニューオリンズいい。このね、ニューオリンズとね、アメリカ側とマーク・トゥエインがセットになってるところがすごくいい。日本これね、ウエスターランドになってるからね。ティアナパレスがあるんですよね。ティアナパレスと、それからジャックとサリー・グリーですね。ジャックとサリー・グリーはね、10年前に会いました。また今回も会えるといいな。でもすごい並んでるんですよね。ちょっと見ていきますね。でもティアナパレスも気になるな。どうなんだ。あー、いたいたいた、サリーいた、サリー、ほら、サリー本物だよね。おいおいおい、あ、並べるっぽいな今。そっか、ジャックいねえからちょっと空いてんだな。見て、全然いない。やっぱペアじゃないもんな。来ました、ティアナパレス。ティアナパレスは映画のエンディングのとこの、あの本物のティアナのレストランですね。あのティアナがほら倉庫をね、自分のお金で買って改装して、でニューオリンズ一のレストランにするんだって夢見てた。あのそしてエンディングでナディーンと2人でお店やってたあのティアナパレス、はい、それがここに再現されてます。看板料理のガンボもあるんですよね。結構並んでるね。まあもともとここニューオリンズエリアだから違和感ないよね。あの映画の雰囲気のエリアだから全然違和感ないですね。そしてめっちゃ並んでます。やっぱ12時に来るとやっぱ混むね、やっぱね。マンションめっちゃ混んでるね。マンションは日本とまたバージョン違うんですよね。あの今ナイトメアになってるんですけど、ナイトメアも日本と確かバージョン少し違うんですよね。なんかウギーのね、ルーレット、ウギーブギーのルーレットと確かあるんですよね。あれないもんね、日本はね。これめっちゃ並ぶな、これ朝一だな。サリーあっという間に列伸びたな。なんだこれな、さっき捨ててる時に行けだった。でもね、並んでるうちにもしかしたらね、ジャック来るかもしれないもんな。ペア売りになる可能性あるんで、ちょっと並んでみようか。はい、サリー並んでます。どうやらサリー一人っぽいな。でですね、そこにジャック・スパローが一人でフラフラしてるんですよね。ひっそりと紛れてて、あれジャックなんですよね。あれ、これジャックですね。あれジャックです。あー、サリーこの分と一人っぽいな。まあ一回一人でも可愛いしね。はい、サリー撮ってきました。後ろにいます。サリー日本語少しわからない、可愛かった、可愛い、怖いとかね、同じポーズしましょうとか言って可愛かった。なんかね、前に会った時はね、笑わずかったり笑なかったりね、表情なかったり、なんかねクールなサリーだったんですけど、今回のこのサリーめっちゃ可愛いんですよね。いやー、よかった、ジャックも撮りたいな。次行きます。はい、ジャックスパローはフラフラしてますね。その横になんかね、なんだあれは、コスプレっぽい人がいるんですよね。なんだなんだあのコスプレイヤーでもまあ、うん、こっちはまあ自由だからな、まあ、自由な国なんで。あー、なんかいいな、あのレイヤーさん。おー、行ってしまった。はい、こっちですね、マンショングッズ専門店があるんですけど、やっぱこのデザインいいですよね。これレディースなんだよな。まあでも L なら着れるかな。ちょっと L 買いますわ。これデザインめちゃくちゃいい。これメンズも出してくれ。肩がちょっと合わないんですよね。めっちゃいいこれ。はい、今ですね、ティアナレストランの裏、ちょうどね、ブルーバイユーのね、隣にいるんですけども、なんと今そこにね、ティアラがいて、しかもね、ドレスじゃなくて通常バージョンっていうんですか、なんか歌姫バージョンっていうか、ティアナレストラン衣装らしいんですけども、はい、フラフラっとね、ジミーにひっそりこそっとね、奥でグリやってて、でピンショも通所も取れました。動画がないんですよね。はい、ちょっと僕も気づかなくって、あれティアナだよえみたいな感じでね、で撮ったらスーッていなくなっちゃって、ああ動画がと思ってね、写真だけ撮れました。あれまあすごい地味でしたよ。あれがどうやらね、レストランでどうやら出るらしいんですよね。すごい地味だった。多分みんな知らないんじゃないのかな。あれがティアラなんだ。すごい地味でした。一般人言い過ぎだな。めちゃめちゃ地味でした。とにかくよかったよかった、通称マンション撮れました、よかったです。はい、さっきのサリーなんですけど、ジャックが合流して2人になってます。はい、分かってました、分かってました、2人になるのは分かってました。くそー、どうしようかな、もう一回並ぶか。さっきと同じ人がいる、ゲストで、みんなそうだ、みんなサリーピンで撮った後ジャック来たから、もう一回並んでる。
俺の前にいる人も同じように並んでる。みんな気持ちは同じだよ。はい、ジャックとサリー、グリマチです。Qラインが日向なんでもう地獄ですね。はい、で暑いんで日傘してます。こっちで日傘してるのは大変珍しいですね。僕ぐらいしかいませんと思ったらですね、いいですか。はい、向かいの方も日傘してました。ここなんで日傘2連発、日傘の2人が並んでます。いや仲間仲間嬉しいね。はい、日傘たまにいますね。あれも日傘してるなと。100人に1人ぐらい日傘してますね。はい、大体そのぐらいですね。大変珍しいです、日傘。はい、グリ待ってるんですけど、あまりにも暑いので後ろのですね、全然知らない親子の方、今傘、はい、一緒に入れてあげてます。暑すぎる。暑いよね。はい、一緒に入ってます。いいよいいよ入って、暑いもんね。Hi, nice to meet you. Hello, my friend. Hello! Oh, you brought a skeleton mouse with you. I feel the same. Nice to meet you. I'm first time. Oh, very cool. Thank you. This is my mouse. Cool. Japanese. Cool. Yeah, thank you. Is that mouse?Cool. Indeed, yeah. Thank you. There is a chill apartment. All right. Hi, I'm on the top. Thank you. Ready? Oh. One, two, three. Thank you. There we go. Of course. Thank you. Just the tools. Yeah. Huh? Wait. Sorry. Hi, smart.Okay, thank you. はい、取ってきましたよ。なんとサリーがまた同じサリーで入れ替わっちゃいましたね。はい、向こうのサリーも気がついてお互い苦笑いでした。まあまあまあ、でもジャックとツーショット取れて満足、よかった。あとグリあるあるですけども、ポップコーンバケットをですねちゃんと置いて取ろうと思ったら持ったまま取ってしまった。まあグリあるあるですよね。まあいいや、通称取れたんで満足です。はい、ティアナレストラン来ました。空いてますね。並んでない。さっきあんなに並んでたのに全然並んでない。行けるかもな。ちょっと聞いてみるね。行けるようなら行ってみます。ガンブ飲めるかな。まあ多分大丈夫だろう、俺だったら。一人 Thank you。 おー、行けた行けた。はい、ティアナパレス。おー、こうなってるんだ。へー、おー、あの映画のまんまで、ガンボガンボガンボいっぱいあるよ。でもハウスガンボって書いてあるよね。多分名物なんだろうな、ハウスガンボは。ハウスガンボとセブングリーンガンボってのがあって、はい、19ドル14ドル、ビーフ14。やっぱりハウスガンボだよな。やっぱハウスって書いてあるから、やっぱりこのハウスガンボにしようと思います。いいね、このビジュアル。入ってきます。バフェテリアなんだね。バフェだ、なるほど。いわゆるカフェポルトフィーノとかですね、バンケットホールとか、アリスのバンケットホールとか、あんな感じです。はい、じゃあもうガンボ飲みに行きます。あとね、意外と回転がいい。すぐ回ってくるね。すぐトレー取れるんだよ。全然並んでない。1時半なら結構余裕ですね。はい、買ってきましたよ、ティアナのガンボね。でね、なんかアントレでね、肉とかドカーンとあったんですけども、絶対これ食べきれないと思ったので、ティアナのガンボだけですね。十分ダイエット広告にロバットミルクつけて約25ドルでした。いただきます。このティアナパレス、ティアナレストラン、コンセプトはすごくいいんですけど、なんと外席しかないんですよね。で、非常に暑い。かつこう上のね、日差し遮るのもね、かろうじてあるぐらいで、結構暑いんですよね。だから意外と並ばない、不人気なのはそういうことかもしれませんね。ティアナのレストランでガンボですからね、コンセプトいいですよね。ちょっと暑いんで久しぶりにコーナーしました。で、ガンボね、ガンボはね、あのブルバイユレストランでも出ますよね。ブルバイユレストランはね、こっちにあります。で、もうニューオーリンズがテーマなので、そっちの方のルイジアナの方の名物スープらしいんですよね。あんま聞き慣れない、見慣れないですよね。はい、これですね。これソーセージ、これツナ、ライスぐらいしか分かんないね。はっきり言って、ぶっちゃけって何が入ってるのか分からずに、もう
ティアナのガンボっていうことでもオーダーしてしまいました。もう謎です。なんか一切わかりません。味もわかりません。はい、でもいただきます。いいんです。いただきます。はい、手前味噌ですけどね、こういう時好き嫌いないといいんですよね。要はもう設定でティアナのガンボってついてるから、じゃあ食べようかってことで、どんな具材でどんな味でもどんとこりで絶対食べれる自信があるので、オーダーしてからなるほどこんな具だったのかってですね、オーダーする前に、ね、具を確認しないと。よくわからないけどティアナのガンボって書いてるから家からオーダーしようと思って、料理来てからこういうことかみたいな。まあいいんですよ。じゃあライス入ってるね、ツナ入ってるね、あとなんかサラミ入ってるよね。じゃあこの辺一気にじゃあスプーンに取って、はい、何味か全くわからん。いただきます。うん、辛っ。うわ、めちゃめちゃ辛い。辛っ。でもさ、確かに映画の中でも味見してさ、ちょっとタバスコが足りないわねなんて言ってたもんね。だから辛めになってますね、これ。ガンボ説明難しいな。ケイジャン味のハヤシライスって感じかな。チリパウダーとかタバスコで味付けしてありますね。そういうチリソース、タバスコのハヤシライスって感じかな。ツナかチキンかと思ったらこれチキンだね。これはダイエッターもいいですね。ライス少ないし鶏肉たくさんですよ。ツナかと思ったら鶏肉でした。これはいいね。炭水化物のこのライスぐらいだし、このガンボ一皿で十分ですね。これにね、調子こいてアントレーに乗っけたら大変ですわこれ。うん、辛くて美味しい。辛いの好きならこれ絶対いいですね。ただね、僕四川風の辛いのが好きなので、ちょっとこのアメリカ南部の味、テクスメックスの味にはちょっとチリパウダーとかああいうのが苦手な人はダメかもしれない。でもね、チキンたっぷりでいいね。これね、どっかで食べた味に似てるなと思ってね、だんだん分かってきた。これね、ココイチのチキン煮込みカレーにこれ似てますね。辛いんでちょっとだけカレーっぽいですね。あとね、このレストランたまにティアナが回ってんだって。あともそっぽい感じで、あのウェイトレスバージョンのティアナがいるらしいですよ。たまにね、会いたいな。いや、これはね、このガンボはハウスガンボね、リピートしてもいいね。美味しい、バクバクっていうリピートっていうよりかは呼吸って意味でリピートです。これダイエットしてる方ならわかると思うんだけど、やっぱ何、味よりもね、やっぱね、成分とかですね、入ってる具とかすごい大事じゃないですか。これ合格ですね。これ合格。全然味もいいし、これはね、アメリカの低糖質メニューとしては合格ですね。素晴らしい。タンパク質、糖質、脂質にこだわっている人だったら僕の言ってる意味はこれ分かると思います。これはいい。ティアナ本当に来た。ティアナ、ティアナ、あ、今後ろからグッと来た。すごい。グリア、グリ、ティアナグリ。Hi, hi, Tiana. Thank nice to meet you. It's a pleasure. Good to see you again. Yeah. Like Gambo, you are Gambo very good. It's very good. I'm happy to hear that. Very Thank good. You so much. Yes, great. That means it was good. Thank you so much. Good Thank to see you. You again. Thanks for visiting. All right. Thank Bye, you. Bye, bye. Hi, Gambo. 完食してさって言ったら、Tiana 来てくれて嬉しい。ちょっと完食ありがとうみたいな。見てほら、うわー嬉しい。ゆるい、しかもほらゆるゆる。見てほら、突然だよ。はい、ちゃんとね、ガンボ完食したと思ったらいいタイミングでティアナ来てくれて本当よかった。いいオチができた。ありがとうティアナ。そろそろかなと思って、多分仕込みだよね。よし、海が食べ終わったぞ、今だって。きっと運営が仕込んでくれたんだよね。ありがとうございます。本当かよ。ジャックとサリーは完全列なくなってますね。さっき言っといてよかった。はい、スプラッシュマウンテン来ました。こっちのスプラッシュマウンテン営業終了してまして、今ティアナのバイユーアドベンチャーかな、はい、ティアナのアトラクション今作り替えてます。おー、あのやっぱカエルの2人がね、あの冒険するじゃないですか、ナディーンとティアナ、カエルになってね。だからまあ理にかなってますよね。あのカエルになったあの2人を追体験ということで、確かにまあそうですよね。
でドッポーンと落ちたら最後なんかミューリンズのジャズのテーマで、はい、ハッピーエンド、人間に戻れたみたいな、多分ねそういう感じのオチになるんだと思います、多分ね。はい、こんな感じ。かなりあれだね、がっつり作り変えるっぽいね。おお、プーさん成立やってる。しかもいい音、ダブルグリだ、ダブルダブル。おお、どうしようかな。この奥行くとギャラクシーズエッジでスターウォーズですよね。いやー、どうしよう。いや、エントランス一回戻ろうか悩んでんですよね。一回戻ろうかな、今日は。ちょっと今時間も2時半なんでね、ちょっとエントランスに一旦戻りたいと思います。おお、ジャックスパローだー。あ、このジャック前もあった、2年前もいたキャプテンだ、同じキャプテン。キャプテン、ちょっと行儀悪いな。はい、カリブの横にですね、実はね、ホーンテッドマンションの専門店と快速の専門店があるんですけど、その真ん中にですね、ここにね、ナイトメアピュアクリスマスのフォトロケーションがあって、で、これですね、ゲストがすげえ今これ並んでるんですよね。ジャックとサリーがこっちでグリやるんだな。要は暑いとこっちでやるんだね。さっきまだ涼しかったんで、だから思っちゃったんだけど、暑くなってくるとこっちに場所移すの。なるほどね、分かった分かった。だからか、だからあっち人いなかったな。 OK、 納得納得。来た来た、グリ始まりました。やっぱりそうだ、なんとグリ脇取りし放題ですね。脇取りできる、脇取りできてしまう。あとね、今お土産買ったんですけど、そういや年パス割引あったはずだと思って、今ミスターですね、なんと2割引きになりました。やった、しまった。これだったらポップコーン買うときとか、あとカーネーションカフェとか、さっきのティアナのガンボのところでも年パス見せりゃよかったな。しまった、今後はダメ元で年パス、あの見せてみますね。一部のお店でディスカウントって書いてあったから、ディスカウントされるかどうか見せないと分かんないよね。しまった、ちょっと癖をつけよう。あれ、まあ2割引きになりました、やってやった。はい、アパレルもまた2割引きで買いました。でかい、2割はでかい、でかいでかい。今服 2枚買ったんですよ。服2枚100ドルしたんですけど、2割引きなんかね20ドル安くなった。これはでかい、いいな、年パス割引いいわ、これはいい。かといって使いすぎたら本末転倒なんでね、ここ一番で買い物したいと思います。はい、エントグリ来てみました。ミッキーがいるな、チレがいるな、グーフィーがいる、グーフィープルートペアだ、ペアグリ、ミッキーピン、チデペアグリいいな。ちょっとチデペアグリはなかなかないので、ちょっと並べるっぽいな、いけるっぽいな、いけるっぽい、いけるっぽい、おー、いけるいけるいけるっぽいぞ。やったー、いける。はい、チデ通称取れました。いや、ちょっとね、なんか横並びかなと思ったらね、なんか前と後ろになんかね、こうポーズつけてくれたりね、いい地でした。いや、ただやっぱこの時間ダメだね、もう14時15時とか西日が強すぎて、ちょっとやっぱね、影とね、日向の明るさの差が激しくて、ちょっとだんだんきついね。ちゃんとしたところに立ってもらわないと、うん、ちょっと地ではもう一回取り直しかもしれないな。あとミニとかいいとこ立ってくんねえかな。なんかね、この辺逆光に立ってくれたらキラキラして漏れるんだけど、どうかな。ちょっともうこの時間はかなりきついですね。あ、地点帰ってく、ありがとうね。はい、ちょっと今エントランスで張り込んでたら、なんとミニー来ました。実はミッキー並んでたんだけど、ちょっとミニーがピンできたので、ミニー今から並びます。どこ行くんだろう、取りやすいとこがいいな。ここなんだ、なった変なとこが止まるな、ミニー随分。やった、じゃあミニ取ります。やったぜ。はい、ミニナイスミーチュー、アキムちゃん、見てもらえた、嬉しい。 I'm first time。 かわいい。そう、ハロイ、you're very nice that costume。 Can I take a with me? I'm just you? あれあれあれ、はい、ミニー近い。はい、ミニー取れました。並んで2、3分で取れましたね。あんなとこでやるんだ、グリ。めっちゃ変なとこ、鉄道のね、出口のとこですよ。ちょっといいですか、見て、ここですよ。ほら、こんなとこでミニーやんの。
すげえな。でももうさすがにもう終わりですね。はい、右に帰ってきます。ちょっと目線もらおう。目線くれないかな、誰に。はい、右、はい、右、あ、向こう側だ。ほんの一瞬だったな。なんとエントランスにジャファーですよ。ハロウィンならでは、さすがですね。でももうラインカットっぽいんですよね。エントランスにジャファー、マジか、初めて見た、すげえ。はい、ジャファー帰ってきます。こんなとこでやるんだ。行っちゃなんだか、タウンスクエアに全然合わないおめえ合ってねえよ。うわ、珍しい。はい、一旦パーク出ました。ちょっとね、いろいろとグッズを買ったのと、あとホテルに戻って、今日の夜に備えてちょっと荷物の入れ替えとか準備とかあるんで、一旦ちょっとパーク出ました。ホテル戻ります。はい、ホテル1階戻りました。で、これからですね、また戻って、で、グーフィーズキッチンのキャラ台ですね。キャラ台前にちょっと余裕があったら、またもう1回パークに戻ってみようと思います。とりあえずパークに戻ります。はい、戻ってきました。ちょっと待って、何これ。ちょっとカリフォルニアアドベンチャー DCA、 なんでこんな混んでんの。今日ハロウィンとかはないよね。ウギーブギーは今日やってないはずなんだけど、え、なんでこんな混んでんの、不思議。ランドは全然混んでない。なんで、理由が知りたい。分かる方いたら教えてください。え、全然分かんない、なんだこれ。はい、グーフィーズキッチンまで時間あるので、ちょっとサインパークしました。めちゃくちゃ混んでる。涼しくなってきたからか、活動する人が多いのか、すげえ混んでる。今日夜の花火ってマッピングだけでそんなにすごくないんだよね。で、かつこっちイーパレとかもないから、夜特にプログラムないんですけど、アトラクションだけでこんな混んでんの、すごいんだけど。すげえ混んでる、すげえ混んでる。はい、ダウンタウンディズニー抜けてディズニーランドホテルまで来ました。グビスキッチンはこちらのね、ディズニーランドホテルにあるんですよね。5ヶ月ぶりに行きます。これ遠いんだよね、これ実はね、ランドからはね。はい、グーフィーズキッチン来ました。ここです。おー、看板取ろうと思ったけど、看板、子供とか人いっぱいで看板取れねえじゃん。はい、もう映り込みすげえな。はい、こちら看板ですね。来た来た。はい、じゃあ今から行ってきます。はい、来ました。受付、鬼混んでんな。なんだこれ。あ、グフィーター、ちょっと待って、これすげえんだけど。ちょっと受付します。はい、チェックイン終わりました。もう並んでいいよって言われた。マジか。まずここで絶対グーフィーと通称を取ります。いや、これね、受付済ませたら取り急ぎグーフィーとピンショ取って、はい、じゃあお待ちくださいって言って、この病院の待合室状態になってますね。いつありつけるんだ。そしてグーフィーの撮影ブースはね、これえらいキャストの写真が綺麗で不思議だったんですけど、これストロボワイヤレスで、天井に大きなストロボ2発これ仕組んでありますね。今確認しました。通りで綺麗なわけだ。普通に撮ると黄色かぶりして絶対綺麗に撮れないですね。うん、謎が解けた。納得いきました。かなりいいシステムで撮ってますね。なんで普通の人ではちょっとこれ綺麗に撮れないですね。いつ案内されるんだ。名前呼ばれるんだ。番号とかにしてほしいよね。日本人の名前って難しいじゃないですか。あと5月に会った時にあの子がまた案内してほしいな。あの子に会えるといいな。あの子いるかな。フリーズ。ウィナフコチューン。あー、ターン。オッケー。グッ。おー。Thank you, Goofy. バイバイ。おー。Thank you. はい、グーフィーめっちゃ暇そうなんで、だって遊んでんですよね。だから今ちょっとピンでも撮らせてもらいました。どんな衣装だよ、すごいね、このハロウィン衣装。はい、テーブル通されました。初めて今までと違う席ですね。めっちゃ
はい、目立ってます。一人でメンタル心折れそうですが、いやいやいいんですよ。ここはアメリカ自由の国です。みんながやりたいことをやって、みんなが主張してくれます。だからいいんです。おー、楽しみている。はい、じゃあフードを取ってきます。かわいい右、後でね、後でね、後でね。はい、ナプキン回しタイムですね。昔の写真と同じです。曲が、ウギブギのパレードの曲ですね。おー、ウギブギのね、ハロウィンパレードの曲すごいいいんですよ。おー、はいはいはい。Anna, arigato. Do you watch my YouTube? I did. I was like, oh, yeah. I saw it. I was like, oh my gosh. I love your pictures in Disneyland. Arigato. Thank you. Thank you for coming back. Welcome back. Have a good time. Okay. Bye.はい、この間ね、あの僕の YouTube 見てくれてたあの女の子また会えた。 YouTube 見たあったら、見た見た恥ずかしいって言ってました会えた会えた、よかった。はい、取ってきましたよ。ピザとチキンとビーフとブロッコリーと付け合わせの野菜ですね。まあピザはね、今日1日ぐらいはチートデーってことで、いただきます。あとね、おじさん1人いました。よかった、同じマニア同士、よかったよかった。早速じゃあピザいただきやす。いくよ。うん、あ、ピザうまい。このね、このチキングリルがめっちゃうまそうで、これ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 うまそう。いくよ。あー、うまい。チキンうまい、大正解。フルートだ。フルート来ないかな。タイプおーい、ナイスミッチ。これ何、あ、すごい。ブーブーおーブーえー、ほんとだ、ありがとう、Thank you. Hey, Brute, can I be just you? Yes. So, wait. さあ、いいんだ。まーい、はい。Okay. Thank you. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye.ミニー、ほら、あー、ミニー、センキュー、ミニー、一緒に撮ろう。はい、ミニー、わーい、見てみよう、ほら、アイケルのジャパン、イエス、ほら、そうそうそう、あー、嬉しい、ありがとう。見えてる、ジャスティン、Everybody? Yeah! Good! Yes, yes! Come on! Okay! 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 Smile! Mwah, 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 mwah! Hey!かわいい、かわいい、かわいい。ありがとう。嬉しい、ありがとう。Thank you。かわいい、ありがとうね。ありがとう。バイバイ。デールだ、デール。ほらほら。ビデオ、ビデオ。アイコンジャパン。そう、すごい、これハロウィンキャンディスケルトン、キャンディ、あ、後ろの方だ、おお、本当だ、おお、かわいい。レール、Can I picture just you? Just you、 そうなって、そうなの、以上です。あ、Yes, yes, yes, yes.Thank you! またねー。最後に、バイバイ。ありがとうね。バイバイ。この曲はなんだっけな、いつかのランドで流れた曲だ。
あー来た来た、パレードしてる。懐かしいこの曲、ほら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 。おー、わーい、わーい、わーい、あーい、おお、この曲あったよね、ランドハロウィンで流れた。チップ。はい、チップ。近く、ベリニア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 、近近近。一緒に撮ろう。わーい。チップ、ハロウィン、キャンディ、スケルトン。ブー。Thank you.あ、ありがとう、嬉しい。 Thank you very much. Thank you. いやうまい、おいしい。グフィーズキッチンビーフがおいしいな、このピザがおいしい、このチーズのピザとこのサラミのピザ、これがおいしいね。この2つで行ったり来たりずっと食ってられる。こっちのピザって食パンみたいなのが多いんだけど、これクリスピーなんですよね。わかる？薄いでしょ。珍しいよ。やっぱテンフックスギャレーのピザぐらい薄い。薄くて食べやすい。グフィーズキッチンのピザ、本当おすすめなんで。ダイエットなんで、ほどほどにね。かわいい。もっと。ああ、なんで？やば、やったー、嬉しい、ありがとう。もうこれってくるの、もうそうだそうだ、これかわいい、そう、ありがとう。もう一回出しに、あげにあげにあげに、もう一回、もうもうもう、いや、もう I love you、もうかわいい、ありがとう。もうこれだからね。あ、ありがとうね、バイバイ、 Thank you、 バイバイ。近い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 。はい。Thank you. Happy Halloween. Yes. Hi. Bye bye. Thank you. Bye. デール、もう一回いい、ほらほらほら。デール、デール、いや、デール、このキャンディーがいいな、すごくいい、ハロウィンらしい、すごく。ありがとう、一緒にしよう、イエーイ、ハッピーハロウィン、 Thank you デール、 See you。はい、ハロウィンのキャラ大、もう大満足で、ミニ本当は可愛くてよかったんですけど、ちょっと値段すごいですね。これディナー75ドルで、でこれチップが含まれてて、チップが13ドル、チップ13ドルで、消費税6ドルで、合計95ドルですよ。
100ドルと考えても約1万4000円ですね。なかなかやね。すごくないですか。キャラ代で1万4000円。すごい、もう高級店ですよね。はい、最後デザートね、なんかタルトっぽいのがあったのと、あとはチョコレートケーキにしました。いただきます。タルト美味しいのかな。うわ、これプリンだ。プリン、プリン、うまい。はい、デザートも食べたのでもう帰ろうと思ったらですね、この俺のテーブル担当の方がコーヒーもっと飲んどけよっていう風になんか3文字で継ごうとしてくれたので、いやもう帰るって言ったら、じゃあ持ってきなよって言って、2号でやっぱりねコーヒーくれました。ありがとうございます。やったぜ。普通に買ったら1杯4ドルだからね、浮いた浮いた、ありがたい。はい、グーフィーズキッチン行ってきました。いや本当このキャラ台いいね。もうキャラみんな大サービスだし、ウェイトレスのみんなも親切で、コーヒーも怒ってね2号でくれたんで、めちゃめちゃ好きです。なんですが高いね。びっくりした。今回チップ込みで95ドルですよ。今ちょうど円安で今150円ぐらいいきそうでじゃないですか。なので1万4000、1万5000円なかなかですよね。まあ日本のキャラ代の倍ぐらいですよね。まあでもその分サービスいいし、お土産くれるし、キャラも2回来るしね、テーブル回ってくれるし、4キャラね全部回ってきてくれたし、もうミニも可愛かったしでいいんですけども、高い。まあでも美味しい。どうなんだろうね。でもまあ納得かな。あの値段相応ですよね。やっぱ高いだけはある。高いだけあって美味しくて、キャラも大サービスで、この従業員のキャストのみんなも優しいし、あとね僕の YouTube 知ってる方もいるしでね、いいですね。はい、よかったです。はい、なのでね、もうお腹も心も満たされました。ありがとうございます。よかったです。いやー、もうグーフィーズキッチンの取れ高が良くてもう大満足ですよ。もうちょっと見て、やばいよ。もう見てこれ、ほら、猫耳ミニーです。猫耳ミニー、視聴者キャストさんちゃんといたよ。どんだけ撮ってんのっていう、ほらほら。はい、グーズキッチンの後にですね、生配信やったら1時間経ってしまって、今ですねワールドディズニーで今グッズのコーナー、ハロウィンコーナー、グッズコーナー見てるんですけど、すごいね。このグッズでも日本でも売ってるんだよね。結局ね、このパークのグッズとディズニーストアのグッズが共通なので、日本のディズニーストアのグッズがこっちのねパークでも売ってるんですよね。はい、マンショングッズがね必ず新作が出るんだよね。来るたんびにマンショングッズの新作がどん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 出てます。これ買った、これいいよ、これ買いました。あとね、花嫁ゴーストのシャツも買った。結局買いました。どこ行ったっけな、本屋ないな。マンショングッズすごいよ。こっちどんどん新作出るんだよね。とにかく、あ、これはフォーカスフォーカス、このフォーカスフォーカス、これだ。マンショングッズすごいよね。あとミラベルコーナーあるね。すげえ、これまんまじゃん。あれ衣装、これもだよ、これもまんまだよ。衣装、これも衣装まんま。すごい、ミラベル大充実、衣装そのものが売ってますね。すごい、ミラベルめっちゃ押されてる。すごい、これあれじゃん、ウェブスリンガーのスパイダーロボットだ。まんまだよ。え、すげえな。これ動くの、リモコンとかで。歩いたら面白いよね。なんか動くっぽいな。すげえな、マジか。はい、2日目以上になります。いやー、グービスキッチン行って、ね、生配信やってショップ行ってたらもうこんな時間ですよ。もうちょっとさすがにちょっと時間深いですね。夜が遅いんですよ、アメリカのパークは。だからついつい夜更かししちゃうんですよね。これはちょっとどうしたものかな。はい、明日も早いのでそろそろ終わります。いや、今日も撮れ高ほんとよかった。もうキャラオタにはたまんないですよね。めっちゃ撮れ高よかったです。それも、じゃあ今日も寝ます。さすがに眠くなってきた。もう寝ます。じゃあね、おやすみなさい。じゃあね、終わります。モノレールが、おお、じゃあね。ビデオ見た、ビデオ、イエーイ、ありがとう。あ
かわいい。サンフランス東京メーカーズマーケット。サンフランス東京すげえ、なんか実家って感じ、ホームって感じ。ペアグリペアグリ。うわあ、めっちゃ動いてる。おお、おお。美人。すごい。マットな感じが出てますよ。Remember me.